はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿しているのでチャンネル登録高評価お願いします今回は東京都の警備員アルバイト12年目36歳の方の給与明細です仕事内容は警備業で現場要員この方は電気機や建設工事の交通誘導警備業務に当たることがほとんどですで時期やシフトの関係でイベントの雑踏警備員もたまに行います で必要な資格やスキルが、えー、会社としては特定の道路での仕事に必要となる交通誘導警備2級の資格者を増やそうとしているらしく、えー、希望者への研修や資格取得者への給与アップなどをしています、えー、勤務時間が実務8時間と休憩1時間の9時間業務、えー、残業は配属されている現場次第ですが平均して1日30分あるかないか、えー、収入が年収300で、えー、<laughs> ボーナスが えー、5万が年2回、えー。警備員をしたい方へのアドバイスとしては、えー、独断で動くのでなく、一緒に働くメンバーや業者と意思疎通して行動するようにしましょう。えー、長く続けたいなら無理は禁物です。で給与で、えー、この方の、えー、年収が353万8440円。でえー 手取りでいくと、えー、そこから121万5000円引かれて手取りが239万5200円となっています、えー、今回は警備員の方の給与明細を紹介しましたというより年収ですね、えーまあ、アルバイトでこれだけもらえるっていうのはなかなかないのでかなりいいんじゃないかなって思います、まあ、普通に正社員で働いてもこんなにもらえないところの方が多いと思うので、えー、アルバイトでこういった警備員とかしていくのも 一つの手かなって思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。